産業用タイヤのウタホイールについては組み付ける前のホイールでご紹介しますが、ハブですね。しっかりとした軸受けが寸法が合うものをご選定ください。ホームページの方にこういうピッチですとかっていうのもご紹介させていただいてます。ここが合いませんと、ガタがあってボルトが折れたりですとか、車両の事故につながりますので、必ず寸法が正しいものをご選定ください。このホイールは、ハブ穴が80杯で、こちらボルト、ハブのボルトサークルというのは120ミリのものになっています。ここですね、120になりますね。そうしますと、ハブが違っても寸法が合うものであれば、このホイールでしっかりとはまることができます。ただその際もご注意点ですが、こちらのハブとこのハブ、例えば板厚ですとか、ベアリングの強度ですとか、そういったものが違います。またホイールもこの厚みが違ったりしますので、これがこの寸法があったとしても、こういう板厚ですとかタイヤ強度、そういったものが違う場合は、もしかしたら適合してない可能性がありますので、詳しくですね、調べて部品を調達するようにお願いします。